こんにちは、吉田さん。早寝早起きね。なんかお父さんお母さんに幼い頃から言われてましたよね。早寝早起きするんだよとかね、3度歯を磨くんだよとかね、なんか知らない人についていっちゃいけないよとか。でも大人になると知らない人についていって詐欺られて、なんか知んないけど夜更かしして朝寝坊する。もちろん歯磨きの回数も3回ではないでしょう。こうしてですね、まず親の言いつけを従わない。かといって親よりも優れた見識を振るってるわけでもない。それはうまくいかないですよね。だって世界の中で一番信頼できる自分以外の存在ってほとんどの方は親だと思うんですよ。でもその存在にすら、異を唱えるというかね、従わない。そして自分の信じた人は知らない人についていっちゃいけないよっていうね。セミナー会場行ってなんか勝手にサインしてね、30万とか50万払って詐欺られたっていうわけですよ。お父さんお母さんはあんまり詐欺らないですからね。契約書も欠かせないですし、ビジネスも進めてこないんで、何が一番いいんでしょうね。はい、じゃあ今日も行ってみましょうか。ちなみに今日はですね、このクレジットカードの封書と、あと年金のあれが届きましたね。年金を引き落としますよみたいな通知が。年金高いですね。年間やっぱり100万200万とポンポンと出ていくと。で、事業者と労働者負担、応分負担ですから半分ずつ。一人経営者だと両方一人で払ってるみたいなね。考えてみるとね、社員雇ってた時って毎月何十万も払ってましたよ。何百万とかね。何だったんですかね。だから金持ちになりにくいんですよ、やっぱりこの税制だと。で、すでに圧倒的に金持ちになっちゃった人は転落しにくいんですよ。たくさんのお金持った人にお金が集まってきて、でお金を稼ごうとしてる人はそのペースがすごく遅いというね。もちろん働いてお金持ちになることもできないですし、投資によってお金持ちになることもできない。なぜなら投資っていうのはね、お金のない人が集まって一部のお金がある人の有利な条件に立ち向かっていく仕組みだからですよね。いやー、お金って本当に罪深いですね。じゃあ目の前の1円10円稼ぎに行きますか。いってらっしゃい。